持続可能な方法を使って和装やハーブを育てるカオルナファーム。独自のブレンドで特に女性から人気のある和装ハーブを販売しています。和装ハーブなんですけど、和装とハーブっていうことで、日本の薬草とですね、西洋のハーブをこうミックスして栽培して、でそれをお茶にしてます。こちら女性に人気のこう美容をテーマにしたお茶になってます。で飲み心地もですね、ホーリーバージルのちょっとこう甘い香りのお茶になってますので、これすごく人気ですね。こちらの巡りのお茶も人気になっていてですね、こちらは華やかなフローラル系な香りがすごく特徴のお茶になってます。このローズゼラニウムっていうのがちょっとこうローズ系の香りがするので、嗅いだ時にですね、こうリラックスというか華やかな幸福感をこう満たされるような香りになってます。女性の巡りにいいようなお茶になってますね。ブレンドは本当にこだわっていてですね、例えばまず最初テーマを決めています。こちらは美容をテーマにしたものですね。でリラックスの癒しで、巡りでデトックス、流れで活力っていう感じで、まずテーマを決めて、で調合する時も必ず和装をどれかに入れるっていうのもそうですし、あとやっぱりそのテーマに合った、一応効果効能というかいいと言われている薬草をブレンドすることにも気をつけています。今後はですね、新商品の開発もそうなんですけども、よりこうまだまだこうハーブって身近でなかったりする方が多いんですけども、やはりこのハーブを取り入れることでこう心身の健康につながったりとか、こうリラックスする時のお供だったりとかですね、すごくハーブっていうのは人間にとって優しいものなんだよっていうのをこう伝えていく活動していきたいなと思ってます。素材選びから裁断、下処理、裁縫のすべてを行って一点物の革製品を手掛ける革職人の小川新平さん。シンプルで使いやすいをコンセプトに、いろいろな商品を製作しています。商品的には、財布、名刺入れ、キーケースなどの革小物って言われるものと、あとは、カバン類が、革でも作るんですけど、キャンバス、ハンプで作られたカバンとか、あとは麻リネンを使ったカバンとかを作ってます。僕は基本的に、使い勝手を考えるっていう、足し算をするデザインっていうよりも引き算をするデザイン、どれだけシンプルに使い勝手がよく革の魅力を楽しんでもらえるかっていうところを一番考えています。今まだちょっと取り組んでる部分ではあるんですけど、野生の革でやっぱ自分の商品を作っていきたいっていう、隣町の友達から鹿革をもらえることがあるん で今、試作としてそれを試していて、自分たちでいつかはそれを製品として使えればいいなって思っています。